クイントスミヌキウス・ルフスは、共和制ローマのプレブス出身の政治家、軍人。紀元前197年に、執政官を務めた。紀元前211年、ルフスは、クイントス・フルーユス・フラックスのトリブヌスミリトムとして、前年のカプア包囲戦で、ハンニバルに奪われたカプアを再奪取する作戦に、従事した。紀元前201年には、ヘーミガーゼ機関に就任している。 六里の神殿に奉納されたプロセルピナとプルートーのピナクスルフスは紀元前200年に法務官に就任してインペリウムを与えられるとブルティウムに割り当てられ六里のプロセルピナ神殿の略奪事件の捜査を行った翌紀元前199年にもプロプラエトルとしてルフスのインペリウムは延長されこの冒徳事件の継続調査を実施した この年にはいくつかの悪い予兆が発生した。ルフスも5フィートの子馬、3フィートの鶏が生まれたことを報告している。歴史学者コリー・ブレナンは、その著書、共和政時代のプラエトルの中で、ブルティウムでの犯罪追悟は、その地域での反乱要素の排除、抑制に有効な手段であったと推測している。ブルティウムは、激しい反乱の末に、 ローマに征服されて間もなかった。ルフスの任務は、ブルティウム人のコニレイシオの要求を収束させることであった。この時期に、コニレイシオという単語には、複数の意味が含まれていた。すなわち、儀式的な宣誓あるいは政治的共謀の双方を意味した。13年後の紀元前186年、バッカス祭の禁止布告が出されたことが、 ティトゥス・リウイウスと元老院の聖堂碑文に記録されているが、ここにも一連のコニレイ・イシオの記述があり、宗教儀式と政治的な反対運動の関連が示唆されている。ルフスが逮捕した人物はローマに送られ、その後六里に戻されて、元老院の指示に従って神殿から強奪した資産を返却させられた。紀元前197年には、ガイウス・コルネリウス・ケテグスと共に、 執政官に就任し、ガリア人とリグリア人を相手に戦った。その年は、両執政官ともに、イタリア半島内で、共通の戦略の下で戦った。ルフスは、ゲヌアニ軍を進め、さらにリグリアに侵攻し、リグリア人と戦った。続いて、アペニン山脈を越えて、ガリア人の一部族である、ボイ族の領土に侵入して、略奪を行った。ボイ族は、 インスブリ族に救援を求めたが無視された。他方、同僚執聖官である、ケテグスは、インスブリ族とケノマニ族と戦ったが、一度の海戦の勝利により、敵兵3万5千を殺害、5200を捕虜にした。両執聖官の勝利の報告が届くと、ローマでは4日間の感謝祭が実施された。両執聖官は、ベローナ神殿に参拝して、 合同外線式の実施を求めた。しかし、二人の五民間はルフスの求めを拒絶し、二日間の議論の後、ルフスは要求を撤回した。他方、ケテグスは再度外線式を求めたが、元老院は全会一致で、オモニウムコンセンスを与えた。他方、ルフスの外線式は認められなかったが、リウィウスはルフスが捕虜を取らなかったために、 その勝利が確認できなかったためとしている。また、ルフスは、数度の戦闘を行っていたが、損失も大きく、また決定的な勝利を収めることはできていなかった。このためルフスは、自身の資質で、ボイー族とリグリア人に対する勝利を記念した、外戦式を、アルバ山で実施した。このアルバ山外戦式は、外戦式のファスティに記録されているが、元老院は、 外戦将軍としては認めず、その経費は自身で負担する必要があった。戦利品の売却益が費用に充てられたが、公的資産を使用したとの非難もあった。アンティオコス3世正式な外戦式の実施は拒否されたものの、ルフスは引き続き政治的影響力を保ち、行政官としての手腕を見せたと思われる。このため、紀元前180年代、またおそらくは、 紀元前174年にも外交交渉を担当している。ガラティア戦争が勃発すると、全失政官のガイウス・マンリウス・ウルソと共に、派遣された10人のレガトゥスの一人に選ばれており、アンティオコス3世との交渉を行っている。ウルソのガラティア戦争の勝利に対して外戦式を認めるかが、この時議論になっている。この戦争は、 元老院の正式な宣戦線布告なしに戦われたものであったからである。インペリウムを持った執政官や法務官が海外に出征した場合、その権限と元老院を中心とする共和制との間に歪みが生じるという不安をもたらした。紀元前183年にはケルト人の北イタリア侵入を阻止するためにガリアトランサルピナに送られた3人の施設の一人に、 選ばれた。紀元前174年には、クレタ島の反乱鎮圧のために、クイントスミヌキウスという人物が10隻の船と共に、派遣されているが、これはおそらく、ルフスのことと思われる。ありがとうございます。